ありがとうございます。開封動画です。頑張ってます。開封動画これかな。開封する暇ないのよ、忙しくて。来ました。こちらです、こちらです。サンダーが欲しかったんですけど、出たのかな。はい、中に替えのやつ、替えのがこんだけ入っていますね。これ激安だったんですよ。まあ、ミニサイズなので、車洗ったり研磨とかにも使えるので、自分で削るの大変なんでね。なんかこれネチャネチャしてるんですけど、ちょっとこの樹脂がネチャネチャしてます。売れない、あんまり売れないのかな。何、どういう風に入ってる。これはスイッチここについてます。ほら、カチ。これを付け替えることができます。これはスポンジですね。サンダー、これがヤスリです。いや、どれぐらいの威力かちょっと心配になってきました。で、これ安いんですけど、車を洗ったり削ったりワックスかけたり、傷を少し研磨してすぐに使うため、車からの電源取るようになってるんですけど、実は実はもう一つ開封とかで同じくアマゾンさんなんですけど、こちらこれもアマゾンさんでお安く手に入ることができます。箱潰れてるわ。はい、こちらです。シガーソケットに、あれ突っ込むと電源から取ることができます。じゃあ、私は研磨のために買ったので、早速ワックスかけてなく研磨に。これマジックテープになってます。で、マジックテープにでここにひっつくんですね。で、これがヤスリですね。ヤスリ、このここへ取り付けたらどうでしょうか、ね。はい、これ磨こうと思っててうまく磨けなかったので、手でしてるとしんどいので。はい、電源入りました。これが電源ですね。あんまり威力ないような止まっちゃったちょっと威力弱いです。めっちゃちょっと威力弱いわ。ないよりマシかな。爪とかならいいのかな。爪をこうするぐらいならいいかもしれないけど、全然磨けないです。威力、回転の威力がないので一回で止まっちゃうやん。サンダーとしてはあまり一発で切れちゃうね。ダメだねこれ。爪を磨くとか、爪を磨きにはいいな。爪毛磨きとかレジンの表面磨くとか、そういうのにはお使いいただけると思いますが、普通にちょっと研磨しようと思ったら全然無理ね。
ということです。本日はこちらを紹介いたしました。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。ではまたね、バイバーイ。